井市長、田上市長におかれましては三重県をご訪問いただきまして、県民を代表して心から歓迎を申し上げたいと思います。今回この伊勢志摩サミットでですね、世界の首脳が集まり、さまざまな国際的な議論をしていただきました。その後、核兵器を持っている国の大統領広島訪問ということが予定されておりますけれども、そういった平和を考える上でですね、原点になります広島長崎というものの現状を皆さんがですね、しっかり心に焼き付けていただくということをぜひお願いしたいというふうに思っております。ここにおられるマスコミの皆さん方もぜひ見ていただいて、伊勢志摩の会議から広島の訪問といいますか、お話しする訪問ということがございますけれども、そのつなぎをやっていただければと思うんですね。広島長崎以外の町が同じことを、同じメッセージを発していただくと、ようやくそれは全部のみんなの問題なんだということ、そして現在と未来の問題なんだということを理解していただくことができるようになります。この今回の原爆展もそういう意味ではまさしく一緒にその思いを共有しながら開催させていただく原爆展で、非常に私たちにとってもありがたく、そして嬉しく、仲間の皆さんと一緒にこういった場が設けられることを感謝の思いで今日も迎えさせていただいております。ありがとうございました。なお苗木の植樹につきましては後日改めて、平和な世界を築いていくために今私たちにできる精一杯のことを見つけ実行していくことを誓います。